痛いですね。痛い。地上初じゃないもんね、ここまで。少し上の方にいいですか？もうちょい上。はい、ありがとうございます。あ、そうですけど、うん、極端にいつもとっていう感じではないですね。その、あ、確かに腰の方が良かった。そうそうそう、腰がすごく硬ったから、うん、首もすごいかと思いきや。今回確かに見たところ、首はまあ普通に凝ってるっていう、うん、で状態で、控えめな痛み。そこまでね、なんか極端に、うん、あそこ悪いですっていうわけでもないですね。なんであそこまで腰に来たのか。集中的に。腰やばかったですね。あの今日一番に腰っておっしゃってましたもんね、うん、やっぱ腰結構気になってましたか。なんか起きてる時は そんなんでもないんだけど、うん、やっぱ寝る時痛いなと思って、うん、あ、肩も凝ってますけど、うん、取り立ててものすごいっていうわけではないですよね、うんうん、そのこれぐらいには凝ってるなっていう、うん、まあ、痛そうですけど、うん、そう腰に比べるとって腰がとにかくひどかったっていう感じですね今日は、うんうん、に比べたら全然我慢できる。そうですよね、まあ、これは割と普段からあここ痛いですね。そこだけ、はい、ててまあ、まあ、凝ってますからね、めちゃくちゃ。うん、だいたい痛いわけじゃないもんな。右なんですね、肩はね。どっちかっていうとね。左そこまでじゃないですもんね、この痛いっていう風になっちゃうのは。うん、左は痛気持ちいいって感じです。肩、うんうんうん、は右なんですね。右も場所によるっていう。まあまあまあ、確かにね。このあたりでしたよね。首も相当張ってますからね。あ、そこ痛いですよね。ちょっとこう上げづらい感じも出ちゃってますしね。あ、うん、こう引っかかるというか硬い、うんうん、
首のこの辺は左もすごい痛そうっすね。うん、うん、だいぶありますもんね。この辺でしたよね。うん。トーク線でも痛いですかね。あ、これは気持ちいいです。でもさっきよりこう押せるようには入っていく感じは出てますね。うん、痛い痛い。ちょっと飲んでいいですか？で失礼しますね。うん、痛み減りましたかね。うん、はい、ちょ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 、調整は大丈夫になりましたかね。うんうん、
ちち、うん、痛いですね。多分ね、やっぱり前から引っ張ってるのがあると思うんです。うん、こう顔が前に来ちゃうのって、うん、胸側の、まあ、緊張があってのことかなと思うんですね。それで肩凝ってるのもあると思うんで、うん、なるべくちょっとやっぱり胸側も痛いですね。軽めにやっていくので、うん、軽めでもね、ちょっと場所によってはすごく痛いのかもしれないですけど、はい、激痛、そうですね。こっちの方が大丈夫そうですかね。場所的にはほぼ同じですから。あ、じゃあ全然違う。うん。そうなんですよ。まあ、肩もね、右の方が痛かったですもんね。うん、右側の方がやっぱり中に入ってしまって胸が縮んでると、うん、うん、いうのがあるんですね。本当にごく軽くなったんですよ。うん、うん、痛い。あ、これは痛いのか。すみません。ここ、そうですね。この辺がね、脇のね。この辺はじゃあちょっと少しこう緩めるぐらいにちょっとやってみますね。大丈夫ですか。はい。はい。これも辛いですね。かなりやっぱりね、腕の動きというかね、肩の周りもちょっとこう悪くなっちゃってるんで、うん、腕っていうかもう付け根の、うん、付け根の、そうですね。ところで、まあここは立っちゃう、うん、まあまあそうでしょうね。でも結構ね、あの、なんか作業するとか多かったりとかだと、うん、この女性もで割と多いのが、このデコルテ周辺の痛みとか、うん、凝り感、辛さっていうのがあるので、うんうん、で場合によってはこれで四十肩と五十肩になることもあるので、それ嫌ですよね。はい、まだ早いですけど、でもやっぱりこれが続くと5年10年後にっていうことがあると思うので、固まってると、うん、起こりやすくはなるので、お腹も慣れですね。やっぱタポタポしてますね。確かに。すごい、最近お腹が張ってる、うんうん、張ってる、消化悪くなっちゃってるんですね。ちょっとまず伸ばすことからかな。そしたらどうですかね。うん、うん、気持ち伸びてるかな。うんうん、
まあ、無理にね当てちゃうとまたそれでちょっとギュッとなっちゃうみたいなので少し、うん、まずは今日は開いておくっていうぐらいにしましょうか。これやってあげるとね結構肩もこう下がってくるので、ちょっとあの触らずにねちょっと伸ばすようにいたしますね。確かになんかリラックス感がある。うんうんうん、結構痛いけど。そうですよね。かなりもうこの平行に持ってくるところまでできなくなっているので相当狭くなってますね、うん、ちょっとね可動域が、うん、だいぶかなり、うん、すごく硬いです ね。そんな気がする。痛いもん、うん、これちょっと危ないですねこんなに硬くなっちゃうと。やば、うん、痛い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 。そりゃそうですね、これだけ硬くなってたら押されるのなんかもう無理ですね。そういうことね。そう、まずその普通に伸ばすところがもうできてないので。やばい、そうやばいやばい、痛い、本当に痛いですもんね、うん、そうこっちは気持ちよかったんだけど、そうそうそう、右のこれちょっと やばいですね、うん、やっぱり腰があれだけなってる人はやっぱり肩もやっぱりありましたね。うん、首はね、首にはあんまりその極端なあれは出てなかったんですけど、うん、肩関節が相当良くないのが、うん、どの方向でも痛い、痛いもんね。で今いつもよりもすごい硬いですね、うん、これ本来はここがベッドにつくぐらい、こっちに持ってけれるぐらいはあってほしいというか、うんうん、だいぶ硬さが、うん、強くなっちゃってますね。気づかなかった自分で。ああ、やらないとわかんないですもんね。うん、こんな動きしないですもんね。ねえ、そう。だし、あのレベルでもあんなに嫌がって痛がってたのはちょっと今回初じゃないかな。うん、史上初じゃないかな。ねえ、ここまで痛がるのはね。もともとこの辺痛いけど。痛いけど、うん、でもまあ別にやれなくはなかったぐらいだったので。うん、今日なんかさするのも嫌だっていうぐらいになっちゃってるから、痛かったねえ、だからもう伸ばすぐらいしかないっていう。でも伸ばしてもやっぱりすごい硬い、伸ばすのすら痛いもんね。あ、じゃあ相当悪いんだ。うん、いつもより悪いと思いますね。本当痛いもんね。これがなんかだって、ただこれだけでも足までついてきちゃうんですもんね。ね、超痛い。これはちょっと今までよりも硬いと思いますね。だから腕っておっしゃってたのか。ああね、うん。腕に辛さが出る。相当弱かったね。持ってたよりも良くないですね。うん、でも多分、これが良くなってないから、腕は、うん、なんていうのかな。そのせいで腕にって感じてらっしゃるんだと思う。本来はこっちが良くないのをどうにかした方がいいと思う。あ、先に、うん。先に。肩の位置が良くないからね。うん、肩が相当前に入っちゃってるんで。うん、